砂の国アッチーニャ。アッチーニャ遺跡の塔の上、綺麗だね。寒いの？無事に着いたね。オデッセイ号の初飛行うまくいったよ。脇を締めてるよ。寒い、おかしいなと思っていたけれど、少し違うみたいで、思っていた砂漠とは。あ、塔の上が光ってる。パームーンかな。氷刺さってんのよ。しよ、あー危ねえ。こわー、マリさん、マリオのおっさんが今蹴ったぜ。わ、月が見え隠れしてんな。アッチーニャ砂漠ってところなんですけど、マリオさん震えてます。いや、まあ、氷刺さってるから、寒いのか暑いのか。寒い方なのかな。きっと寒い。あ、三角のコインがある。前四角だったからね。コインはこの国だけで使えるんだ。へえ。サンバ踊ってる。メキシコか？突然地面から氷が飛び出してきて、砂漠が寒くなってしまったっすな。氷がニョキニョキしてきたのは最近のことなのかな。いけ。アッチーニャの町、タクシーが来ないっすな。店の中入れんぜ。こんばんは。ん？ミニゲーム屋さん？あ、ワンちゃんがいる。え、普通のワンちゃんがいる。な、ポケモンの世界で普通の魚がいるってぐらい普通のワンちゃんいるんだな。ライフアップハート持ってるだって。え、パワームーンが買える。パワームーンが買える。100コインだって。買おう買おう買おう。これでいいっすな。はい。ありがとうっすな。ムーンもらった。店内で失礼。アッチーニャでお買い物。海パン着てるモンスターかと思ったら、マリオさんの乳首かこれ。お、すごいマップだ。触った中間ポイントを選んで A を押せばすぐに移動できる。へえ。バツ印、何かがあるってことだよね。中間ポイントはまだまだありそうだ。探索してみよう。こういうハテナマーク、びっくりクエスチョンマークの人って話しかけるといいのかな。さっき聞いたクッパとピーチ新婚さんたち、遺跡の方に行ったきり帰ってこないっすな。ほんと？もう出会えるじゃん。おわぁ、氷破壊したの？あ、綺麗これ。チュルチュルチュル。壁キックもできます。あ、足跡か。クッパの足跡。キーさんがいる。あ、クリボー。いや、クリボーちょっと色抜けてねえか？もうちょっと濃かったような気がするんだが。記憶では。着いた。ここが砂の国の本拠地か。あっちに、あ、遺跡か。なるほど。遺跡で信仰をあげるのか。いた、いた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 。ぶん殴られた。特攻しかしてこないからな、基本的に。おお、ハテナブロックもある。これね、ホールドもできて、こっち来いだったりとか。ほら、キャッピー。ヒップドロップ、ヒップドロップは確かこうだよ。あーしょしょしょ、ずっとヒップドロップできる。おお、硬い。いい感じの男女になってきて。お、これはパックンか。何でもパックンかよ、ほんと。これは、キラーさんだ。これ、あ、つつつつつ。あれ？これどうすんだろう？うわぁ、危ない。あっ、なんかチョコレートが湧いて出てる。いや、来た。よーし、わ、わ、わ、沈む。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。よし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 。なんとか助かったが。はい。俺たちが逃げる隙間はできたが、リングがあったが。これリングってどうやって、あぁ、リングに、キャッピーを通すのかな。通した、こういうことね。キラーさん、キラーさんが向かってきてはぶつかって消えるという業の深いことをしてる。玉ねぎが、いや、トマトがある。乗ってみようか。ふい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 。すごい。お、くる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 。ピタン、中間ポイント、いいね。あっちの遺跡、砂柱、ん、看板がある。敵やブロックを上から踏みつけたいときは、ぷっくりとした地面を潰したいとき、そうそう、それ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 。ヒップドロップいきます。えい、あ、くるくる回ってんな。ここに立っておけばコインが向こうから出迎えてくれる。現実世界でもこういうこと起きたらな。チョコレートの柱ありますけれども、マリオさん普通に乗れるかな。乗れた。ちょちょこっ、えちょえっ、ギン。よし、お、サボテンが。キャッピー、キャッピー頼むよ。あ、水が出るんだ。貴重な水分入ります。土管 2D モードいくぜ。しゃがむ、ん、これでしゃがむんだ。へえ、キラーに乗れる。ひょこ、いい音だよな、やっぱ。いやー、
ちっちゃくはならない。あ、あ、上か、上に行きゃ、上に行きゃいいんだ。 2D モードでかなり削られてしまった不始末。これをどうつける？落とし前。ん？なんだろうこれ。え？機械？キャッピー？おお！あ、ね、望遠鏡？ズームもできる。あっちに遺跡の塔のパワームーンがいる。お前可愛らしいな。なるほどな。お、なんか光ってる。お、あ、ムーンじゃん。こんなところにも？え、どこ行った？キラーだよな。おお！キラーの AI が賢い。あのムーンどうやって通る？あのムーンどうやって通る？ひとまず渡ってきた。で、キラーが延々と僕たちを襲いかかる。やばい！キャッピー！よし！ひとまず階段の上に行きましょう。パームーンはいずれ確実に仕留めてやる。壁画にならしてくれたもう。壁画にならしてくれたもう。あのムーン気になるよなぁ。いて！なんかぶつかった。なんか、地味に体力やばくね？やばいよな。あ、ボタンがありました。チュインチュインチュイン。しゃがむ。しゃがむ。ジャンプ。クイーンクイーンクイーン。楽勝だってばよ。よし。上に行け。うわあか、やばい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 。うい。うい。ん？なんか紫。ああ、ここってもしかしたら、キラーを使ったらいけるんじゃないか？と、あ、キラー！え、キラー？ちょ、待て待て、待て、キラー！ここで、解除。よーし、よし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 。キラーにも乗り移れたわ。キャプチャーできたわ。そうだよな、そりゃ。キャッピー、この下さ、なんか、気になるスイッチねえか。カチン。ん？これ、ショートカットができたってことか？気になる紫コインが、チュンチュンチュン。100枚あんのか、この国。すげえ。パワームーンはすでに2つ手に入れている。しゃが、うわぁ！三連キノコか。キノコじゃねえけど。飛んで、おえって、あぁ！いや、ここ問題だよな。よし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 。これで通れるはず。橋渡しになろう。よし、光渡し。塔の頂上。お、中間地点ムーン。あっちに遺跡の塔の上。集めて砂のムーンチップ。チップ、モアイがいる。洒落てグラサンかけてんな。え、あんなところにもムーンがあるぜ。おお、あの 2D モード、逆さピラミッド、月、綺麗なところ。しかし依然マリオさんが寒そうなので出発しよう。行け。お、どっちに行けばいい。キャッピー行け。おお、キャッピー行け。いいよ。これはグーパン飛べってこと。キャッピー行け。ウィーン、ウィッ、ちょ、おお、これなんかそういう磁場が発生すんのな。ブロックを壊す磁場が発生すんのな。あったぶない。コイン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 。これであとは落ちるのみか。いや怖いね。いけ、キャッピー、いいよ。ふぃー、ブロックを壊してくれる。お、連鎖。あ、うねえ。お、これ避けて、よっけ。あー、やっぱりダメージは食らうもんなんだ。え、黒焦げかこれ。マリオさん焦げてる。しかしまた落ちるだけか。ほい。あ、モアイのところに着いたってこと。中間ポイントもある。いいね。これモアイは敵かね。ミルゾー遺跡、モアイさんや。これムーンじゃない。ほら、変なムーン。パワームーンの、あ、かけら。どこ集めりゃいいんだ。モアイピュアな目してんな。これさ、毒沼でもいけるってあれじゃない。モアイ、わあ、モアイとハサミは使いようか。あたりを見渡してみよう。あ、かけらあった。おい、サボテンさんやい。痛い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 。なんか坂でよ、勢い余った。今これ坂だから、もう坂だから。ん、なんかスイッチあるよな、向こう。
これ向こうまで行けるかって言われたらいけねえ。怖い。この石の上も何も動かなかった。クッパは熱心に歩き回ってるね。あ、足跡か。これクッパのここか。いや、その前にかけらがあると。鳥さんがいる。鳥さん、鳥さんキャプチャーできないのかな。かわいいよな。ここですよ。ジャンプしてコインも取りつつ、あ、クッパの足跡がここで消えてるような気がする。乗ったのか。乗れんやろこんなの。鳥さん、え、鳥さんがなんか空中歩いてねえか。それ空中歩ける、もしかして。お、え、なにこれ。あ、あ、あ、怖い。もう信じていこう。おお、いける。ガラス何も見えない。真ん中突っ切れるかどうか試す必要があるよな。ナムさん、あ、いける。真ん中の塔には着いたが、コインが出てくるんだろ。コインコインコイン、出てこない。真下行けたりはするんだけど、こっから行ける。ああ、やっぱり。で、かけら一つ、あと一つで手に入りますけどね、ムーンが。そこさ、氷のとこどうやって溶かすんだろうな、あれ。ヒップドロップか、高いところから。え、無理したらあそこのムーン取れたりもするけど、無理しよう。おいー、ジャストミート。お、そんなとこに出てきやがったが。しかし、ど、クヌマじゃない。うわー、鳥さんがさ、戯れてんのよな。だからここ大丈夫なんじゃないかって思うんだけど、鳥さんも不用心。コインは取れた、コインは取れたから一回戻るか。帰り道大事。よし、ムーン、そこのボンボンボン、おいでおいでおいで。こいつのムーンを取って、なんか床が起動するんじゃねえかな。集めて砂のプナチップ。逆さピラミッドの対決。姫路城が乗っかっとるんかな。乗っかってねえな。あ、クッパがいる。よし、足場乗って、キラーさんがいたら一発で通れるんだが。うい、おっと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 。そのまま行くんかい。乗り継ぎじゃなかったわ。はい、カメラさんがいるが、じゃあ覗いてみたろうかいな。ズームズームズーム、ほら見て、クッパさんがいる。何かを覗き込んでいるが、逆さピラミッドの対決。お、砂の民よ、どうした。逆さピラミッドの様子が変すな。中にあるお宝、結婚指輪はどうする。砂ん、なんだ、え、何ここ、何ここ、キャッピー、何ここ、隠しエリア。え、どこにも、いや、モアイさん、メガネをかける。お、モアイさんでメガネかけれた。え、こういう機能があった。じゃあモアイさんから降りる必要があって、ここで曲がる必要が。ちょちょちょ、よーし、モアイさん、メガネを貸してくれ。かける。そういうことになってるのな。了解。ふっ、うわー、よし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 、止めた止めた止めた、止めて、安全圏で行くか。あ、ピヨってる、ごめんね。ほい、こういうことで、コインも回収。次のエリアへ。おっと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 、近いな。あ、ムーンがある。え、ムーンまで、あ、土管経由できるけど、ムーンをまず取るしかないよな。ありがとう、行くよ。はいはいはい、流れ作業。透明ラビリンスをたどって、これであとは帰りだよな。問題は行きはよいよい、帰りは怖い。お前さん、もう一回だけ力貸してくれ。そこ、了解。またピョッピー、ウィー、土管、土管から帰ってきました。いいね。さ、逆さピラミッドに行こうぜ。お、なんか車が車が凍ってる。タクシー、お客様をお迎えに上がるはずが、車が動かなくなってしまいました。ファンタスティック4でも呼んで。ダンボールがある。ん、なんだこれ。お、どうだ、こう、タクシーの荷物から、あ、荷物にあったの。な、許してくれ。お、何お前、ふさ、ふた、ふたふさある。これ起動しねえよな。グランドムーンは取れないか。
サンサあったわ。逆さピラミッドにやってきやんした。砂の民はどうした？新婚さんが中に入っていた砂、結婚指輪がどうとか言ってた砂。そうなのよ、指輪が、綺麗な指輪がさぞあるんだろうな。入ります。ドゥルドゥルン。おお、逆さピラミッド内部、これは手強そうだ。四方八方確認しましたが、キラーさんか。キャプチャー、で飛ぶ。お、明かりまでついてんの。これ止まっておいてもよろしいが、奥に進もう。で、わざとぶつかる。いいね。2D モード、行きまーす。プインプインプイン。で、ジャンプして。届くため、届く。ほい。え、逆さ？だこれ。すげえ。おっと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 。そういうこと。よーし。これついていこうぜ。はい、降りて、これは特訓、うん、ちょっと待って、ふゅふぅ、てててててて、て代償は払った。ほい、ウィング、おお、外か、噂の外か。えい、ひょこ、かわいい音。ああ、クリボーにやられちゃ、クリボーにやられちゃ。飛ばしていくぜ。ひょいんひょいん。あクリボーさんが量産されている。ドカン入ります。おっと、不意打ちかい。出ました外に。の壁から出るとキラーさんも乗り移ってみよう。キャプチャー、キャプチャーしてから、あ、飛べる、すごい、いいね。このままもっといくか。あ、壁が突っ切れた。ここも。おうおう、ハートゲット、ありがてえ。加速で行くぜ、どんどん行くぜ。よし、フィーン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 。花が咲くとあえて飛べるんだ。ドン、フィーン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 。サボテンが足の裏のささくれに刺さるまで。危ない、外出るぜ。の、え、もう着いた。ハートがある。取っておこうか。はい。まだ気づいてないか。ブルータルズ四天王か。結婚指輪はいただいたわ。ボスは次の国に向かったけど、あんたたちは結婚式にお呼びじゃないから。今度は女性の方か。な、何、ゴッグをやるためのミサイルか。いけ、キャッピ。何、あ、もしかしてそのミサイルを利用するんだな、キャッピ。あ、飛ばすんだな。いや、もっとでかくないかそれ。ああ、でもキャッピ逆にチャンスじゃ。おお、でこれで頭の上に。失礼、ポイ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 。ええー、やばい、 UFO UFOUFO！ しかし、当たること、ん？な、こう描いている？いや、中に、おお、来た、帽子が UFO になるのか。いや、エリアが熱いこと。ピン、帽子で防ぐ。あちち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 ち、でかいやつを出してこいよ。でかいやつを掘り投げてこい。来たー、あ、うっ、ここだ。よーし、これで目を回す。で、頭に乗っかい。失礼、これでちょっと現場を荒らすんすよ。おお、不規則ってわけじゃないか今度は。不規則だな。おお、あ、星の形になってきつつあった、あった。ウィーン、そんなもん誰が聞くんぞ。もっと真剣に攻撃してこい。殺すか殺されるかの攻撃してこい。デッドアライブな、これ、それ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 、そういうのちょうだいちょうだい、ちょっとちょちょっとそういうのちょうだい。ここ、よー、あ、いてててて、モロハの剣、失礼。あ、何？ウィ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 。よーし。痛かったね。サンウサ持ってたか。
ママと同じだ。見ててかい、ママ。逆さピラミッドの対決。砂漠に開いた大きな穴。ブルータルズに邪魔されたけど、ブルータルズに邪魔されたけど、順調にパワームーンは集まっているよ。逆さピラミッドが浮いている。それにもっと寒くなったような夜だからね。クッパの仕業かな。あいつら本当にろくなことしないね。夜になったからでは。